はい、ハルチバレです。はい、ですね、波動調整の話をしようかなって思います。波動調整の話をしようかなって思ってます。波動とは、端的に言うと、調子みたいなもんですかね。波動がいい。調子がいい。うん。人は、このエネルギー状態感じ取れるものなのでね、波動が高い人、調子がいい人、悪い人というのはね、やっぱり見抜けるわけで、まあ、調子よく行こうよ。調子よくするための、話みたいなことですかね。波動調整。このね、振動数とかともね、言ったりするみたいですけど、波動。ここもね、気にして生きていると結構面白いもので、うん。まあ、調子でもいいかな。調子でもいいんですけど、あの人調子いい、調子悪い。波動、こう、数値で置き換えるとね、すごく面白くて。あの人どんどん波動良くなってるね、あの人どんどん気持ち良くなってるねとかね思うと、まあ、こっちもねこう波動を調整したいと、気持ちよくいたいと、そして相手の波動も上げてあげることができると、相手の気持ちも調子良くしてあげることもできると、そういうことを、日頃考えてると結構面白いですよ。そして、せっかくでしたらね、自分が気持ち良くなって、相手も気持ち良くなって、お互いが楽しい感じになりたいもんですよねっていう話ですね。ポイント1、波動調整、波動を良くする話、ポイント1は身の回りを整えるってことですね。はい、私に関しても、最近断捨離などしてね、部屋がね、まあ綺麗な方だと思うんですけどね、やっぱり部屋狭いんでね、部屋が狭いイコールもう減らすしかないと、はい、まあ、それやっていってる途中なんですけど、身の回りを整える。私もね、ちょっと毎日ニベア塗ってね、肌にツヤを出してカサカサしないように頑張ってやっているわけなんですけどね、唇カサカサしちゃうんですよね。唇がカサカサ、唇カサカサするのはなんかビタミン C とかね、何かが足りないのかなと思いながらね、これとかね、うん、そうです。あとお酒の飲みすぎかな。ダメっすね。ダメじゃない。ね、こうニベアをこうやるわけですよね。斉藤ひとりさんがおっしゃってたんですけど、やっぱり、ツヤを出したら方がいいと。ツヤの法則などもあると。やっぱり、イケてる人は肌ツヤがいいと。だから、ちょっと強引なぐらいで、ツヤを出しなさいというふうなことをおっしゃる。慣れてましたね。はい。僕もなんか一時期塗りすぎてね、これはさすがにあかんやろみたいな感じで塗りたくったりしたことがあるんですけど、このように肌こうやるとね、気持ちがいい。カサカサさせないと。ね、こう塗ったら気持ちがいいってね。はい。身の回りを整える。自分を整える。髭剃る。眉毛とか、こう、すっかりすると。あと部屋きれいにすると、そうですね、あとはまあ思考状態とかね、体とかね、身なり、まあ本当に全て周り自分の世界を整える。部屋汚かったらやっぱり片付ける。困ったらとにかく片付ける。そして鏡見てちゃんとした身なりしてるか確認すると、うん、そうです。ポイント1は身の回りを整える。これがでかいですね。ポイント2は、言動を整える、うん。言葉遣いですね。これね、言霊の話とかもね、したんですけど、やっぱりね、この言葉でね、ミスってる人多いんですよね。まあ、それも癖だと思うんでね、なかなかね、治りづらいとは思うんですけど、やっぱりこの言動がね、死ね、くずかすとかね、好き。いいね、最高、愛してます、ありがとうございますとかね、これ全然違うエネルギー状態にだと思うんですけど、この言葉本当に自分が走ってる言葉、相手を、傷つけることもできる、相手を癒すこともできるんですけど、一番食らってるのは自分自身なんでね。なぜかというと、今もこういうふうにお話しさせてもらってるのは自分に向かって、この、絵に向かって、私がここ今映ってます。で、私自身にインプットした情報をアウトプットでフィードバックを受けてるっていうような状態、実験というかね、そういうことなんですけど、私が一番響いてるんですよね、この言動、走ってるメッセージがね。はい。
葉遣い、ちょっと正していってほしいんですよね。これはね、ぜひ正していってほしいということです。はい、自分の言動で、自分を癒すことも自分にダメージを浴びせることもできるんでね、日々発してる言葉はどうですか。はい、ね、ポイント2は、言動のことを言いました。表情とかもで、そうですね、表情、お腹ムスッとしてないでね、軽やかな顔でいてほしい、笑顔とかね、そう、そこです。波動調整の、お話、ポイント2は言動ですね、表情とかね。でですね、ポイント3、これが結構、大事かなと思うんですけど、ポイント1は身の回りを整えて、ポイント2、言動、表情を整えた自分を使って、誰かね、お役立てできることを考えると、身の回りを整えて言動を調整している自分を使って、何かできないかな、あの人言動できてねえなとかね、なんか何かで伝えれるかな、せめて僕だけはあのこう話をちゃんとして、あの人になんか伝わってほしいなとかね、部屋汚い人いたらちょっとでも何か伝えれることないかなとかね、もうそれを伝えるにはやっぱりもう自分自身がそういう人間であるっていうことをね、こう見せていくぐらいしかないとは思うんですけど、そうです。ポイント3はね、役立てることを考える、工夫するってことですね。それやったら全然エネルギー状態変わります。なぜかというと、人のためになりたいっていう気持ちが働くんでね、全然エネルギー違います。俺がこうしたい、ああしたい、あれを奪いたい、あれが欲しい、これが欲しいとかじゃなくって、あの人どうしたらこうなってくれるかなっていうことを考えてるんで、マジでこれも全然違います。波動上がっていきます。波動がもうすごい、もう多分ベクトルが違くなりますね。一日の活力が社会貢献ってところに向くので、朝起きたら今日は何ができるだろう、自分が、そして自分はそれにおいてどんな成長が受けれるんだろう、今日も俺は成長してしまう、やべえな俺、よし今度はあの人を笑顔にしちゃおさせちゃおうかなとかね、面白いですよ。笑顔にさせたらこっちも笑顔になって幸せ感じてね、すごい波動が上がります。はい、そういうので、波動調整の話をしたんですけど、これ以上3点ですよね。面白いです。波動調整していくと相手の波動も上げてるってこととね、直結するということなんですよね。これ面白いんですよね。感染するんですよね、波動。気持ちがあの悪い人いたらなんか感染するじゃないですか。わ、あの人ちょっと不潔とかね、不潔イコールあの人大丈夫かなとかね、飲み逃げするんちゃうかな、なんか暴力狂ってくるんじゃないかなとかね、大丈夫ってなるようにね、こういう風に伝わるように、逆にそのスマートな人、シュッとしてる人見たら、あの人なんか育ちいいんだろうなとかね、なんかビジネスされてる方なのかなとかね、社長さんかなとかっていう風に思っちゃうわけなんですよね、やっぱり。モデルさんかなとかね、面白いです。自分を調整していくと、自分を調整していくと、身の周りをきれいにして、でこう言動をちゃんとして、でそんな自分を使って自分を発信すると、これが、波動調整の、話でした。気持ちいいですよ、やってみると。あ、こういう最初はね、なんでこんなことしないといけないんだよとかね、人のためとかめんどくせえよとかね、なるんですけど、そんな状態になると気持ちに余裕が持って軽くなりますよ。はい、ちょっとでもね、やってみたらいいかなって思いますね。ちょっとずつじわじわと身の回り整えて、言動もね、いつでもできることなのでね、ちょっとずつやっていくと、ガチャガチャした心、ガチャガチャした思考状態がちょっとずつ改善されて浄化されていってるような状態ですかね。はい、軽やかになれると思います。はい、というような話でした。ありがとうございます。